田中さんも闇上がりで。そう、私あの、大成功。やっぱ、まあそうですね。じゃあもう玉ないんですかいや、一の手術じゃない。え、聞いてた玉の手術じゃないよ。おっしゃった。田中でってったら玉だ思ういやいや、そしたら俺こんなに明るくね、もう女、大…悲しいのいや、それそうでしょ。だって残りの玉取ったら、もう俺は男じゃない。 くなっちゃうからね。いや、まだ竿があるからサ竿だけいや、竿だけ田中竿だけやかましいや違うわ。大腸ポリープね。あ、取りましてね。大手術の末。全然ですよ。一回なんか解剖されたらしい。そんなわけないでしょ昨日手術しまして。で、まあ昨日一泊病院にしまして。で、さっきまで病院にいたんですけど。まあ。病院から直で。直ですけど。まあ別に、あの、特に、 な何が痛いもないんでね。まあね、ええ、これ結構あれなんだよね。前だったら、はい、検査の時にちょこっと、そ,そ,そうそうそう、切ってくれちゃったりしたりとか。あの、ちっちゃいものだったりね、うん、あの、するとね、多分僕のはちょっと1センチ近くなってたんで、うん、まあ一応、ね、15 チンコじゃねえ。チンコ1センチ。チンコは二センチ。ポリプが1センチ。チンコは2センチなわけねえだろ、お、まあ、センチってお前。うん、え半分。チンコって間違って切っちゃ、う<イ>。チンコ切っちゃう。チンコ切っちゃう <laughs> どんな破医者だよ、お前。そんな。ええ、ああ、すみません。あの、先にじゃあ、ちょっと言っときますね。<laughs> ええー、とにかく、えー、アを書いた話。ファックス番号、東京零三五五六二九五四零。東京零三五五六二九五四零。メールアドレス、爆笑、アットマーク、tbs.co.jp ドットドット。 え笑バックショー、ね、アットマーク、<laughs> tbest.co.jp でございます。うん、えー、生放送中にね、この夏一番汗をかいたことメール、ファックスお待ちしております。うん、ということで。いっぱいいるでしょうからね。そうですね。うん、そう、だから、そう、機能手術を午後、午後にしまして。えー、で、まあ、20分ぐらいですよ。 そうですね。もうあの内視鏡で切るわけじゃないですか内視鏡で大腸検査のかかる時間と同じ同じような感じででまあ肛門から肛門からいやそれはそうでしょう下腹部やったでしょうがやるでしょう胃カメラだよ口から入れるのその間肛門まで届かす力で届かねえよそんなそんな嫌だよ肛門から出して つなげて。やんないよ、それ。で、引っ張っちゃう、引っ張らねえよ、そんな。どっかに、こう、あの、ハンガーに、こう、吊るしちゃうとか言ってたよ。拷問それ何なの、それ。拷問。拷問か。違う。あの、ま、あ内視鏡でね、お尻からこう、ぐーっと入れて。あ、俺も入りたかったな、そっ一番入りたくないし。で、ま、ああの、僕は、あの、麻酔でちょっと、ま、あ眠らしてもらって。だもうよくわかんないんですけど、でもま、あそこの、 ボリュープのところをまあ切って、うんで、そこの傷口のところをこう止めるという、うん、そういう手術なんですよ。うんうん、でも,もう本当にあの20分、30分、またあれ飲んだんでしょ、下剤というか、ね、それをね、手術するには、要はあの腸の中をまっさらに全部、うん、腸内洗浄しなきゃいけないんで、あれがきついんですよね、はい、もうあの、ムーベン分かんないです。<laughs> とえー、その 2>, 2リットルのまあ行ってみりゃまずいんだあれがまずい、えー、薄い甘い水みたいなやつでちょっとやっぱ塩味がもうす、ね、塩味がすねん、ね、一応あの味は飲みやすいようにねし,そうしてくれてるしてくれてんだけどそれがなんか途中からもう,もうそれがやんなんうんもそれが辛いんですよ、うん、何よりも辛い、ね、気持ち悪いんで、ねそう ってなるときあるしね。あのまず2リットルなんてまず飲むのが辛いし。それを2時,間2時間かけて飲むんですよ。うん、それを、ね、一気に飲んじゃいけないんです。2時間かけて、ゆっくり。だから、割とその、一気にもうガラガラガガガーって飲んじゃえばいいやと思うんだけど、それはあんまできないしそ、ね。それやるとね、吐いちゃうらしいですよ。うん、ああ、やっぱそうなんだ。うん、だから2時間かけて、うん、まあ、コップにこう、継ぎながら、うん、えそうですね、10分に1回ぐらい飲んで、 でまたちょっと休んで何にもすることないからね <そう S 1> ずっとただて飲むっていう,<そ>う で、だいたい1時間ぐらいすると、催してくるんですよ、だんだん。そうなんだ。はい。で、あれも不安なんだよね。なかなか最初、あれ全然聞いてないんじゃないか聞いてないじゃん。必ず1時間ぐらいすると、もう止まんなくなるんですよね。止まんなくなるね。でも出して、で、また飲んでると、また10分ぐらいすると回ってあいちいち看護婦さんにさ、そう。見せなきゃいけないんだよね、その出したうんこそう。まあでも、あの。あれが恥ずかしいんだよね。恥ずかしいんですよ。ただ、透明になってきたぐらいでいいんですよ、もう。あ、もう俺最初から見せる。それはいい。それは、 監督さんも、心の中で、いやいや、まだいいよ、この状況はまだだろって言われるだけで。だから、それで、あの、もう10回ぐらい行くんですよ。とにかく、もう5分おき、10分おき、にそれをメモんなきゃいけないんね。それをメモって、何時に、え、あの、1から4まであってね。そう、1が普通のうんこみたいな。2がちょっと固形。そのさ、写真があるじゃん。 あれみみんなやるじゃそう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 なっ,た時はってうそうそうそう写真があるんです。そうそうそうんこの写真うそ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 ういいそうそうそう分かそうかいいよと思うでもまあねうめての人もいるしね。<ー>で三番が黄色い液体で四番が無色透明みたいになる。<ー>でそれをだんだん今三番とかそって書いて。うん、でまあ呼びに行って、うん で、まあ、もちろんね、最後まで。だいたい2時間、本当に2時間, 2> <う>2時間経つと。本当に水の状態になる、ね。水です。もう、お尻、もう、肛門からおしっこしてるのと一緒だからね。感覚がね。じゃこれで終わりかどうかが不安じゃないそうですね。まだわかんないからね。だから、検査しててる時にびょーって出ちゃったら。ちっ,っ恥ずかしいって思,、ね、思うから。はい。だから、一応、もう、透明になって10回とかでも,も、大、これで大丈夫ですってなってからも、まあ、あのー、検査をするまでは1時間、2時間間があったんで。 だからその間に何回かトイレ行きました、僕あそんなにあったのはい。でもほら、検査、普通のドックの検査だと、すぐ、すぐ。割とすぐ行っちゃいますよね。そうだよね。だから、あの時不安なんだよね。うん、分からまだ出んじゃねえか。出んじゃねえかなってちょっと思うんでね。だから、俺なんか結構、ちょっと分かんないよって言いながら。分かんないからねはははら知らないよははははは手術する直前にはは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  で、やったもう本当に眠ってる間に、あの、やってもらって、で、もうすぐ起こしてもらって、うん、で別にその後ね、お腹が痛いとかそういうも全然ないですし、まああれ、中はね、うん、そう痛みは感じないです、ねうん、ただ、その、当然、中切ってて、で止めてはあるんですけど、まれ、うん、にやっぱりそれがちょっとこう、剥がれたり取れて、うん、血が、いや。 下血ですよね。しちゃうことがあるんだ。うん、それが、ね、やっぱり2週間ぐらいは可能性がある。うん、あそう。ある。で、今、お腹とか殴っちゃいけない。ダメですね。まあ、それは、手術 <laughs> 関係なくてね。手術してよくしてまいが、蹴り,い蹴りとかお腹殴るはしちゃいけないから。ああ、そう。ここ健康でも。 いやでも、例えば本番中、どうしてもそのシーンがあるとして。ええ、シーンは、それは、やめ、そのシーンはなしにしてください。あるいは殴った振りっりそうしたら面、ええ、面白い。面白い。局面が、うん。あの、逆に今これ聞いてて、たら、面白いと思うよ、やったら。うん。それは、しかもこの振りがあったら、もっと,と。うん、お尻になんかこう、バッてボールペンとか突、<laughs> 突っ込むような、<laughs> <laughs> そういうボケは。そういうボケは、あのー、<メ>はい。 今回のことがなくてもダメです。ええじゃないです。お尻何秒つく、何ならじゃない。消しゴムならいい。消しゴムとかじゃない。お尻何かつくとかはやっちゃダメ。そうめんとかよくわかんねえし。ほっせえし。大して痛くもなさそうです、そそう。だから2週間は、あの、運動、だからジョギングとか筋トレもダメだって。ゴルフもダメ。してないだろ、そんなそう、だゴルフもダメ。で、 できれば。わざわざ今ゴルフ行く必要ない。まあね。できればカラオケもあんま良くないって言われた。<ー>歌って結構やっぱお腹気使,、ね、使ったらするから、うん、それもあんまりって言われて。あ、じゃあ歌手の人なんか。 そうだよね。歌手の人は。一週間歌えないのかね、じゃあ。いや、まあ、そう、どこまでね、そう、先生によってビーズとかだったら、だって、あの、上から飛び降りたり。あれはやんねえ方がいいじゃん。あの飛び込むダメブだでしょあれ、コンサートで。え、今日コンサートで。あれは、あの、本当に絶対止められますたね。白酒なれない。ええ、白酒なれ稲葉の白酒になれないです。え。あれはダメですね。 小さな声で歌うかね。You めいちゃらっそう、うでたらっそうぐらいだったらまあいいかもしれないけど、腹筋使うのダメです、ね。小声で。小声でね。<ー>ええー。そう。あとは、まあお酒は僕はもともと飲まないからお酒もダメでしょうん、で、あとね、ええー、と、睡眠不足もダメ。<laughs> 寝なさいと、とにかく。<ー>で、まあそればっかりやな。ねで、あとは、あの、要は、食べるものは、なんていうのうんこ。 最初からうんこならいいんじゃないのいや、よくないさあれ,汚れ、あ汚いから。あ、そう汚いから、汚いからです。<ー>臭いし。あのー、ものはね、特に、まあ今日はまだ俺、お粥とかだったよ。病院はもちろん。だけど、あのー、特にその、消化のいいものだけじゃなきゃ食べちゃいけないみたいなことではないんだって。 うん、もう腸の底のくらいに来るには、もう、胃で消化しても、うん。キムチとか。蝶。だからあんま刺激物はよくはないけれども。激辛。激辛と何、まあ、?70 倍、うん。それ言わねえき、医者もそこまでは言わねえよ。うん、食うわけねえと思ってから、うん、良識なる大人だから。<laughs> <laughs> そんなの食うわけないから。あ、言っときますけどね、これ激辛のね、七十倍とかやめてよなんすよ。馬にしろかってなる。時間の無駄だと思って、それは言わない。それ言わないですけど、あのー、食べるものよりも量をあんまり、 タラフ食べると、ああそういう、その,のギャルソネなんか大変だね。ギャルソネはやめてください。二、ね、週間。仕事なんない仕事なんない。なない週間仕事なんないです。ートーク番組とか出てください。で、あの、たくさん食べて、あの、その、いわゆる腸がこう、ぐーっとね、中が来ると、それで、ね、あの、傷つけちゃったりとかってあるから、 よくないけども、うん、食べるものを、例えばお肉とか食べても、うん、別にその、そこに来る頃にはもう大体消化されてる。うん。まあ、うんこというかもっともっと、っとそうだ、ね、まあ、うんこなんだけど、うん、そこを通過するときは、とドロドロの状態らしいんだよね。うん、だから、あの、まあまあ、大丈夫ですけれども、ぐらい、うん、なので、まあ、そんなに、大した、まあ、普通に仕事も全然、しようはないと思いますけどもね。うん、まあ、前はね、ケンさんの時にやってましたからね。うん、そうなんですよ。うん、はい。 そのままね。ただ、その時ももちろん2週間はやっぱり運動とか。あ俺全然気にしなかったですよ<あ> 2> 2あ。そう言われてると思いますよ。<laughs> それは言われるんですよ。あ,<れ>あのー、あ、聞いてなかったのかな、ね、聞いてないのは太田さんですよ。<laughs> それは。眼中ねえから終わっちゃう、えー。いや,いやいやいやそれはね、<laughs> ないじゃないです そのなんつ俺はすげえみたいなもんできてる。あの、終わった時点でお前医者じゃねえから。いやいや医者です、医者です。始まるまではね、医者と患者です。終わった時点で俺とお前の関係は対等だから。対等、いや別対等何の関係もないから、お前の言うことなん関係あることになりますから。全部医者の、ちゃんと、その、言うことを聞かないとね。ちゃんと、あの、検査の時に、あの、前は、ちゃんと、えもし、そのポリプトがあったら、その場合があります。 で、その時は、あの、了承してください。うん、で、その時は、しし手術っていうか、その、さっき木村拓哉って書きましたダメじゃねえか、偽名じゃねえかよ。<laughs> その時は、あの、その、取った後、あの、一週間から二週間は、今言った、俺が言われたようなことは書いてありますから、必ず。ああ、それは。読んでないだけですよ、ん読んでないで、ね。それはダメですよ。それ一緒だもんだって、やってることは。 だから別に。でも全然平気でしたよ僕、僕。いやいや、まあまあ、だいたい平気なのよ。うん、その、別に、だからって言って、お父さんも。ポリンプ取った後も、うん、結構大声出してた。だそれはダメなんです。 それはダメです。でも今。だから、そんなのは、お子さんが運が良かったかもしれないけど、だからってってみんながそれやって、ね、じゃあ、これを聞いて、これを聞いて、100人の人が、じゃあ俺もいいんだってみんなやったとするよ。そのうちに30人。子供は子供とかじゃなくて、ね。鍛えられた人だけが。鍛えるとかじゃなくて、それはダメだプロだけがでね。それなの、お医者さんだって、全員が全員100%になるとは言わないけれども、ね、それは、 そういう例があるから、それはお医者さんはダメですって言うでしょ。うん、で医者がそれで責任問われるんだよ。医者の舞踊状。舞踊状じゃねえよ。患者の舞踊状だよ、それはよ。<laughs> はい。ということでね。あのー、 ええ、ま、ま、あの、ちょっとね、なんかネットニュースとかになっちゃって、いろんな人から大丈夫ですかね。確かにあの、心配かけましたけども、全然本当にあの、大丈夫ですねそうそう。クワトさんも心配してやめる。あ、そうですか。くれぐれもああ、もうありがたいです。クワトさん、そんなね。このツアー中の一戦。ツアー中で、ね。もうだから本当にクワトさんはね、大病でしたけど。いや、もう本当だからそう言ったんですよ。僕らのは全然、何でもないですから。ね。はい。あの、元木とかもね、大丈夫ですか元木。 嬉しいね。元ジャイアンツのスター選手がさ、元、昨日ね、この間、ね、サンジャポンの時そうそうそう。ね、挨拶も来てくれました。ええ。心配のメールとかいろいろね、来て、そんな中、全然関係も、知らない人もいるんだろうね。普通にね。あのアズマックスとかね。モンスターズインク見たよって。まず、まず、まず、1回目のやつ。いや、多分、あの、 今のやつなんで、ユニバーシティなんだけど、遅<ー>ればせながら、モンスターズインクみたいっこれインクだったら、うん、本当の送ればれ忘れかなりの送ればつ。た多分それわざわざ今のだ送ってくるってことは、まあユニバーシティなんだろうな。<laughs> ええー。あのー、マイクのキャラ、田中さんと被ってるね、みたいな。れそれだけか、みたいな。メイクましたけど。<laughs> まあまあいいやと思って、別にわざわざあ、ありがとう、なって返しておきましたけどもね。うん、まああのー、どうしたら。どうしたら今回は。 あの、誘いは来なかった。誘い来なかったです。じゃ何やってんだやってんだ今から出てこいよっ中っね、前の人。俺は入院してんだよ。俺入院してる。夜中の3時半。あ、本気でパーティーやってんだっって。来いよじゃねえよ。いや、トシオ、今俺ちょっと実は俺入院しててさ。あ、そっか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 そか。ごめんごめんごめん。ごめん。お前、言えよ言えよお前言ってるだろ。お前。言ってるわ。じゃあな、じゃあな、お大事な。じゃあな。あな、出ろって。 早く寝ろ寝ろじゃないよ。お前の電話で起きたんだよ。<laughs> <laughs> まあそういうことでございまして。